はい、ということで今回は今映っているこの池、この池、実は硫酸が映ると言われている池でございます。後でまた皆さんお連れいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。ということで今回は兵庫県姫路市西脇にございます波盤神社さんに来ております。この波盤神社さんはね、実は大きな綺麗な岩倉があるんですが、今回はその岩倉には行かずにこの池、硫酸が進み、そして硫酸が映るとも言われるこの池にね、特に照準を合わせて皆様にお届けしたいと思います。従いましてね、また後でたっぷり、ちょっとたっぷりすぎるぐらい池の映像ありますんで、もしよろしければね、キャプチャーを撮ってみるなり、まあ、写真撮るっていうのは難しいかもしれませんけど、キャプチャー撮ったりしてみてね、なんとか龍さんをね、映してみていただければと思います。実はこの浜神社さんね、私今回2回、3回目かなだったんですけど、初めて来た時ね、その龍さんが映る池のことを知らずに、ちょうど池のほとりを歩いている時に女性がね、カチャ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 、まあ、スマホでね写真を何枚も撮ってるんですよ。で、うん？と思ったらまたね別の方が来て撮ってるんですよ。え？と思って調べたら、あの池は硫酸の姿が映ると言われている池だということでございました。ということで今回はね、その硫酸の姿が映るわと思って、何箇所かの角度で映しておりますのでね、ぜひそれを楽しみにしていただければと思います。ということでまずは手を清めたいと思います。この手水がね、とっても綺麗ですよ。ほら、とってもね、簡単っちゃ簡単ですが、とっても綺麗な手水です。どうぞお清めください。はい、ということでね、こちらの御祭神は沖縄たらし姫の御事、すなわち神宮皇后とその夫ですね、第14代天皇のたらしな勝彦の御事、中愛天皇ですね。そしてその子供で、ホムタワ家の御事、これは王神天皇でございます。はい、私の動画ではね、下の動画説明欄に、この神社の地図、 Google マップね、こちら貼っておりますんで、ぜひぜひこちらもね確認してみてください。そしてあとおすすめ動画何本か載せてますんで、ね、ぜひもう1本追加で見てみてください。ということで、可愛いでしょうむちゃくちゃ可愛くてですね、いや、あの下からよりやっぱり近くでね撮った方がもっと可愛いかなと思いまして、上に上がってまた再度ちょっと映させていただきました。はい、むっちゃ可愛いんですよね。こんな可愛いウサギのね絵馬見たことないんで、はい、ただね絵馬があるとね、なんかね年末にね撮影というか参拝してもね、なるべく早く動画公開しないとね、去年のじゃんって言われる、そのプレッシャーをちょっと感じる、そんな私でございます。小心者なんですね。はい、ということでこちら波盤神社さんでございます。先ほど申しましたように、神宮皇后中愛天皇王神天皇が御祭神でございます。ずいぶん早いんですが、まずね参拝していただいて、その後、拙者さん末者さん行って、そしてね、先ほど言いました龍さんが映るというあの池に皆さんをお連れしたいと思います。もし参拝はね必要ないよって方は、右上カウントダウン出ますんで、スキップして、そして皆さんと一緒に池に向かいましょう。はい、ということで皆様ご参拝いただけましたでしょうか。こちらね、右の方に行くと、この階段ね、上に上がると拙者さん末者さんございますので、まあ、一応ね私は基本的には全ての拙者さん末者さん、参拝しようというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんもねこちらに行って、それからですね、楽しみの龍さんが
移るという、まあ、当然龍さんがいらっしゃる住むというその池に行きたいと思います。こちらはね天満神社ということで、実はこれね旧御本殿でございます。旧御本殿、今はね、道真公をお祭りしております。でね、今から行くのかと思いきや、こちらの方に来ましてね、また新しい綺麗な御社殿がねございました。綺麗ですね本当にね。はい、ということでね、ここはね、稲荷神社なんですが、ほら、あ、一瞬後で映すはずなんですが、はい、普通ね稲荷神社さんというとね受け持ちの神かなと思いきや、あ、受け持ちの神じゃないですね、羽化の御霊かなと思ったら、こちら受け持ちのね、御事がお祭りされておりました。うん、2割ぐらいかな、稲荷神社さんの2割ぐらいですかね。うん、あの羽化の御霊でないっていう神社がね時々ありますね。ということで、こちらはね明治維新以降の英霊の皆様をお祭りしている神社でございます。さあ、これからはね、本当に池の方に向かいますんで、皆さんぜひぜひ龍さんを感じたり、あるいはねぜひ写真が撮れればと思います。これはね御本殿の後ろを通って向こうに渡っております。はい、後ろを通ってねもうねすぐ行けるようになっておりますからね。はい、ここをねまっすぐ行ったところです。はい、さあ来ました。まあここぞと思うところでね、もしあれでしたらね、あの画面止めていただいてもいいかなというふうに思います。ただちょっとこれね、この日朝早かったんで、結構早かったんですよ。ちょっとねカメラの手ブレ補正機能もね、ちょっと暗、浅くて早くて暗いとね働かないんですよ。ちょっと揺れて申し訳ないです。この後ね、また違う角度から映しますんで、その時はね、手ぶれはないと思います。でね、私編集していて今回初めて気がついたんですけど、ちょっともう少ししたら別角度から映してるんですが、この池がね、よく見るとね、あの宝珠のような形をしてるんですよ。もうちょっとしたらその場所に行きます。宝珠っていうのはね、まあ宝珠って言わないとあの字は出てこないんですけど、宝の玉です。何でも願いが叶う宝の玉ですね。あのドラゴンボールのあの玉も多分それだと思うんですけどね。はい、ほらほら、そう見えませんか。これ上の方がねとんがってて、まさにこれ宝珠じゃんと思ってね、うん、ただ神道濁るの嫌うんで、私宝珠じゃなくて宝珠って言ってるんですけど、うん、もういいよって方はね、右上カウントダウンあるんで、あのスキップしていただいて、その後ね、実はもう一回まだ池映るんですけど、その後にまた、一旦ね御社殿戻って、それからこの動画終わりとしたいと思います。いやーこれね、ほんとね宝珠の池だと私はねもう勝手に名付けましたんで、まあ、ここでね、あの龍さんいらっしゃるんで、ここにご参拝してもいいんじゃないかなというふうにね、そういうふうに思います。いや私も本当にね宝珠好きとしてはね、まあよ、まあ当然ちゃ当然気づいてよかったなというふうに思いますね。はい、またねこれあの反対側の奥の方にね何かあるんじゃないかと思ってね入っていったんですけど、特に何もなかったです。はい、キャプチャーとかね撮ってみてくださいね。はい、ということで、そろそろもう少ししたらね、神社の方に戻りまして、今回のねこの羽番神社さん、終わりとするんですが、もう一度最後の方にね、あの可愛らしいウサちゃん、彼にもね、彼かな、彼女かなに会いに行って、それから終わりといたします。あとね、この羽番神社さんはね、もともとここに最初からあったわけじゃ確かないはずで、あの岩倉がね、あるんですね。で、岩倉の方にもね、当然私、参拝上がったことあるんですけど、とってもね、いい岩倉でございます。ということで、
また最後にねちょっと挨拶をしてから終わりとしたいと思います。はい、ということで今回は兵庫県の姫路市にございます、ハマン神社さんでございました。またね次回、このハマン神社さんの動画、公開することがありましたらその際はしっかりと綺麗なね岩倉の方もね私大好きでございますので、そちらもねしっかりと参拝し皆様にお届けしたいと思います。ということで最初に映した可愛らしいウサちゃん、こちらでね、お別れをしたいと思います。あ、もうちょっとあるんですけどね。はい、令和5年ということでね、まだ行ってね1ヶ月経ってないんですけど、今のこの編集する段階ではね、年内に必ず、公開しようというプレッシャーに負けて急いで編集したということでございます。本当に小心者ですね。本当にね、特にね早朝のあのクマが出そうなところはね特にねビビっちゃいないんですけどね、やっぱ小心者なんですね。はい、ということで今回ハバン神社でございました。今回ね初めて動画を見てくださった皆さん、下にね、動画説明欄、こちらにおすすめ動画もありますので、ぜひそちらの動画で1本ねまた見ていただいてチャンネル登録するか決めてください。ということでまた次回の全国のどこかのとっても素晴らしい神社の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。失礼します。チャンネル登録お忘れなきをお願いします。